はい、どうもこんにちは、バクです。ペルソナ続きをやっていきましょう。今回はね、このマナの城に潜入していきたいと思います。迷いの森でね、コンパクトをもらったので、こちらを使っていくんじゃないのかな。押しただの半分のコンパクトっていうのを台にはめてみようぜ。待てただの、なんじゃなんじゃ、どうして南條くん。いや、なんでもない、続けろ。なんだよお前、変だぞ。ただでさえおかしいのによ。ここんとこずっとその調子じゃねえか。気にするな。気になるわ。だとよ。頼むわ、ただの。わかった。何かある？ひとなりくん、この上にカンドリとアキがいる。やっとここまで来たね。カンドリめ、汚い手を。汚い手を。カンドリ、逃がしゃしねえ。必ず恨みを晴らす。血気盛んだな、みんな。早くしろよ。その台にコンパクトはめるだけだろうか。わかった。やっていくぜ。半分のコンパクトをはめます。半分でいいの？ピコッと。俺、そんなギミック？どういうこと？ガンドリめ、笑いが止まらんだろうな。コンパクト奪われたんじゃないの？どういうこと？ガンドリが欲しがっていたのはあのコンパクトだ。前に手出しができないなら他のやつに持ってこさせればいい。俺たちは出しに使われたんだ。なんだと？あんの野郎。おめえも知ってんなら言えよ。こうしなければ奴に会えん。でもなんで、コンパクトだけ取ればいいのに私たちを入れる必要あるの？奴は俺たちに来いと言っているんだ。よっぽど自信があるんだろうよ。舐めやがって。面白え、乗ってやる。行くぜ、ただの。はい、行くぜ。行くわ。ここにいるんだっけ、カンドリって。うわ、広そう。マナの城ね、すごい広そうだけど。誰だこれ、誰だこれ。口裂けだって。あれ、戦ったことないよね、口裂けって。なんか似たような敵は出てきたことあるけど、まあ悪霊か、悪霊だね。多分ね、普通に硬派が効くんじゃない？倍硬派。ホンラー。ネギドラ。南條くんとマークのね、ペルソナを付け替えてます。ビゾフニルとね、ゴズ天皇ね。いや、ちょっとじゃあ進んでいこうかな、とりあえず。多分ね、知らない敵がいっぱい出てくるんじゃないのかな。またマップを埋めつつやっていくか。仕方ない。広いからね。また見たことない敵が出てきたぞ。ヤカー。ヤカーってなんだろう、ヤカーって。初見の敵なんて。とりあえずオートでぶん殴っていく。ほら。ちょろいな。全然余裕ですわ。今んとこね、全然困ることないよね。とても順調に進んでいますよ。広くない？マップ広くない？全部埋めるの結構大変な気がしてきたんだが。あ、行き止まり。あれ、階段が上にあったけど、何階まであるんだ？また見たことない。これゾンビ系だよね。ゲド？ゲド？何？ゲドじゃないか。ゾンビはゲドじゃないな。あんまりね、体勢を気にせずに魔法をぶっ放していける。南條くんね、ビソフニル外したのにね、行動スピードが速いぞ。全くレイジの出番までターンが回ってこないわ。あれ、ここにも階段がある。なんだこれ、どの階段が正しいんだろう。今のとこ右上と右下に階段があるよ。あ、上に登る階段だね、これね。広い。ここは行き止まりかな、どうかな。なんていうやつ、ところで。ザップ。指揮か。ザップ。銃眼の子だって。そういう敵もいたんだ。まあ、銃を撃つことはほとんどないんだよね。んじゃあ、ここ行き止まり埋めました。右側はなんかあるのかな？ああ、道繋がってるな。ああ、こいつは戦ったことあるかな？わかんないの。なんてことないな。全然問題ないですよ。南條くんまたレベル上がっちゃった。レベル37。あ、なんだあれ。ジーニーみたいなのが出てきたよ。ランプの魔人じゃないですか。なにー、魔法弾かれる。ラギだけ？アギ系だけかな、反射されるのは。さらっと反射されましたわ。マハラギ危険だな。ちょっと回復しとこう。非常にダメージを受けた。あいつ危険だわ。悪魔交渉で、できればスペルカードをもらっておきたい。たまにね、ああいうのがいるから困るんですわ。ベルソナ。
アズラエル、タルカジャを覚えた。やったー。タルカジャがね、欲しかったわけですよ。多分そのうちね、タルカジャが重要になるんじゃないのかな。どうかな。あんまり物理で殴ることってないんだけど。ここまでひたすら魔法を打ち続けてきてるけど。ここに階段があるな。いや、さすがにね、マップが広くなってきたな。ああ、ここ階段繋がってるね。多分1階と繋がってるんじゃないのかな。うんですね。1階に降りてきましたね。じゃあ、1階も割と広いんだけど、なんか、左上、右上、左下、右下って、ああ、やべ、出てきたな、こいつ。こいつ、ジンっていう名前か、ジン。ん？これ以上の無駄口は不要である。さっさと要件を申せ。やった、スペルカード。持ちすぎたバカが、貴様はスペルカードの管理すらできるのか、言われてしまった。どうしようかな。何がいらないかな、コックリさんとかもいらないやろ。もういらないっていうか、役に立ったことがないぞ。あの、後ろのなんかビオランテみたいな悪魔も気になるんだが。とりあえず、ジンを拾っておけば、マハラギをね、反射されることはなくなると思うので、これで安心して戦っていきますわ。うん、早速出てきた。じゃあ、まずね、こいつどけて。この奥のやつ、なんだこれ、猫草みたいだよ。気持ち悪いな。真ん中目があるよね。目がついてる。でもね、火に弱そう。なんだって、そんなバカな。瞬殺されてしまった。めちゃくちゃ隔熱が効くじゃん。マークレベル上がった。やっぱビソフニルをね、つけるとね、ガンガンレベル上がっていくわ。困ったな。あいつも交渉する必要があるぞ。マキちゃんがいいかもになってるわ。まあ、ほどほどにね、マップを埋めつつ進んでいきます。この辺は別に気にすることないかな。あの、奥だな。一番奥だけなんとかしてんだよな。マハラギはそのままで構わないので、メギトラ。で、ビソフニルで光の裁きをね、この奥のエリゴール。エリゴールがね、すべて魔法反射してきやがるんで。バッチリでござる。いい加減ブレスもランクカウントしてくんないかな。マキちゃんのレベルが36まで上がった。できればね、アズラエルをマキちゃんに付け替えたいなと思ってるんだよね。ね、これどうなってんだ。多分右に行くとまた繋がるんだろうな。じゃあこのまま2階の探索に進もうかな。多分1階はこれ以上何もないと思う。わかんないけど。なんか気持ち悪いのが出てきたぞ。なんだこれ。アルケニー？鬼女だ。まあいいや、とりあえずね、やっていこう。わかんない、何が効くのか。メギドラ。うん、効くな。マハグライバー。ラギは？ああ、効くよかった。ああ、危険だわ。反射だけはやめてほしい。本当に。じゃあね、2階の探索もほどほどでいいかな。あ、なんか部屋があるよ。セーブポイント違うな。何の部屋？宝箱部屋だ。魔石。こんな魔石とかあんまいらないな。ユーマの鈴？何かなそれ。チューインソール。あの、チューインソールね、買いまくってきましたわ。多分今60個ぐらいチューインソール持ってるんで、あの、気兼ねなく、ペルソナを使っていけます。まあ、こんなところにセーブポイント。ちょっとセーブしていこう。多分ね、PSP 版になって増えたセーブポイントだと思うんだけど、なんか変なところにあるんだよね、セーブポイントがね。あの、こっち側から行けないぞ。ちょっと待って、この後ろのやつ何？オセロット。ちょろいな、スペルカード。ほっほっほ、お前さんカード持ちすぎのようじゃぞ。どうしようかな、何がいるかわかんねえんだよな、もう。ね、猫股か、猫股いらないんだよ。じゃあオセロットとジンね、こいつらが出たらどんどん会話してどかしていくわ。反射する敵はどかしていく。これで一安心ですな。ダメだ、これ。ちょっと待って、こっち下に繋がってないのか。じゃあ結局北側と南側で若干、気持ち悪いのが来た。気持ち悪いのがいっぱい来たよ。
全然難なく倒せるわ。何も問題ないですね。どこだっけ。階段を登っていこう。じゃあこの真ん中の階段を3階に登っていきますよ。ここにもまた部屋があるぞ。できれば今回のパートでこのマナの城攻略、あれまたセーブポイントがあるの。多いなセーブポイント。こんなにセーブポイントあっても困るんだよな。今回でできればこのマナの城は攻略していきたいなと思ってるので、途中も結構カットしていこうかなと。ちょっと待って、見たことない敵しか出てこねえぞ。パワーが出てきた。こいつ天使だな。天使も危険だからな。あ、やばい、喜びが上がる。大丈夫か。いったね。スペルカード。あのね、天使はね、出てくるたびに交渉してるんで、アークエンジェルもプリンシパリティも持ってるんですよ。マルファスはいらないかな。どうしようかな。ハオカを捨てよう。天使はもう戦いたくない。どうかな、ボリューム的に。今回で、このマナの城攻略していけるのかな。探索ほどほどにね、ガンガン進んでいこうと思ってる。まあ、とりあえずこのパーバー早速どけて、残りのやつは多分大丈夫なんじゃないかな。どうかな。回復されている。ガイの裁きも。余裕。弱いな。なんかメギドストーンゲットしたぞ。くそ、光の裁き、あれダメージ入るんだ。光の裁きは効くけど硬派は効かないの。そういうことってあるんだ。感謝されやがった。とりあえずこれで、あれ4階に降りてきちゃったよ。いいのかなこっちで。広いなぁ。マナの城広いぞ。カーマ宮殿ばりに広いよ。カーマ宮殿の方がまだ広いな。あそこ地下10階まであったからね。今のところ地上5階だね、ここは。部屋があるよ。ああ、セーブポイントかと思ったら違ったわ。なんじゃこりゃ。宝箱がいっぱいある。またお前か。なんか持ってるハンマーが違うよ。HP が1になった。これ大丈夫かな。ほら、また出てくる。ジャックフロストのパチモンがね、いっぱい出てくるな、これ。うざったいな。毎回回復するよりは、これ大丈夫か。HP1 だけど、HP1 ならもうそれ以上ダメージ受けないんだろうか。何これ、全部マナが入ってるじゃん。ホワイトタブレットだって。痛いなぁ。すべての宝箱に罠が入っておりましたね。回復して出て行こうか。くそ。あれ、HP が1になったのは自分だけだったんだ。他のやつは、身を挺して私がみんなを守ったんだ。あ、ここ行き止まりだな。ここ行き止まりじゃないですか。戻らなきゃ。じゃあ、3階の分岐まで帰ってきました。右側は、行き止まりだったので、今度左側にね、向かっていきます。まあ、ちょいちょいこのジンとかね、オセロットとか出てくるんで、毎回どけながらね、進んでいる状況ですね。そんであれですね、これ、ダンジョンの中を歩いてると、どうやら SP を回復してるみたいですね。主人公の SP がそろそろなくなりそうだなと思ってるんですけど、行き止まりを避けて、マップを全部埋めなくても迷うことはないかなと思って、今回のダンジョンは、進んでいってる状況なんですが、どうかな。今のところ特に迷ってないんだよな。広いんだけど、意外と迷わずに来てますよ。また階段がある。階段が行き着く先だったな。4階に来た。下か。左側は行き止まりになってる。あれこれダークゾーンがあるな。で、結構ね、硬派を吸収する悪魔が多いんだよな。そのせいでなかなかね、主人公のレベルが上がっていかないんだよね。ダークゾーンか、厄介だな。あ、でもダークゾーンってダメージを受けるわけじゃないんだよね。道がわからないだけで。ガシ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 。行き止まりか。行き止まりだ。
こっちに合ってるのか？どこに向かってるんだ？ん？ここ行き止まり？うん、主人公レベル上がりました。おかげさまで SP 全回復でございます。ここか。難しいな、これな。そこに繋がってる。出てこれた。ダークソード抜けました。で、上に行くと階段がある。うん、着々とね、マークのレベルが上がってる。リソフニルをマークにつけて正解ですね。あ、下行き止まりか。だいたい今ね、プレイを始めて、録画を始めて30分ぐらい経過したところですね。ここもまたボス戦があるのかな？どうなんだろうな。ここは？あれ、セーブポイントかと思ったら意外とね、セーブポイントないんだよな。あ、またか。このジャックフロストのパチモンがよ。HP1 にされるんだよな。せめて宝箱の中に何かあったりしないのか。うん、トッパーズ。宝石か。宝石は今のところ千年万年堂で交換するくらいしかね、使い道がわかんないんだよな。合体に合成する必要もあるかな。プレザンってなんだ。回復しておこう。またダークゾーンがあるよ。もうダークゾーン嫌だよ。なんだこれ、どうなってる。ここにも行けないよ。ああ、そこが行けるのか。意外な構造してる。ここはなんだ。はあ、セーブポイント来たわ。セーブポイントが3つ目だよ。どうなんだろう。そろそろ終わりが近いんじゃないのかなと期待してみる。どうじゃろうか。あそこが出口だな。意外とダークゾーンもね、ダメージを受けるわけじゃないからいいよね。道が見えないだけでね。ガレラはまずいんじゃないのか。回復か。回復されるくらいなら別にいいかな。痛いな。南條くんが地味にダメージ受けてんだよな。ザンダインストーンだって結構いいもの落とすじゃない。あれ、なんだここ、広いところに来たよ。これはボスなんじゃないのか。ちょっと待って。あのね、いつも防波系のね、攻撃が効かないので、ペルソナを先に付け替えて戦いに臨みたいと思います。こんな感じで良いかな。うん、戦っていくよ。 SP も特に回復する必要ないかな。マナの城5階だよ。あ、いたね、ガンドリ、高橋さ、もう逃がしゃしねえ。気安く兄の名も、気安く兄の名を呼ぶな。薄汚い妾の子供とはいえ、同じガンドリの血が流れているのだ。口の利き方に気をつけろ。と言っても無駄か。所詮野良犬の子は野良犬だ。兄弟だったんだ。レイジ、お前野郎の弟なのか。うるせえ、俺は木戸レイジだ。てめえの親父にもてあそばれ、ボロ雑巾のように捨てられたお袋の恨み。この傷が忘れちゃいねえんだよ。くだらんな。死んだ親父の墓にでも当たればよかろう。ガンドリー。どういう関係？目かけ、腹違いの兄弟っていうことかな。うるさい野良犬だ。あき、黙らせろ。マキちゃんもいる。うん、パパ、野村方のママ。痛い。ちくしょう。レイジ。てめえ、舐めた真似してくれるじゃねえか。さっきの、舞ちゃんのコンパクト。若さは時として身を滅ぼす。力を過信する若者が犯しやすい過ちだな。アッキー、そいつはパパじゃないんだよ。知ってるんでしょ？コンパクトを返して。いいだ。パパはパパだもん。戦うんだっけ、ここで。ようやく二つのコンパクトが我が手元で一つとなった。礼を言おう、少年。貴様、それで何をするつもりだ。お見せしろ、アキ。うん、パパ、野村方のまま。何をお見せするんだ。あ、鏡？何これ、鏡？これこそ我が野望の形。見よ、その力を。何が見える？あれかな、アニメーションが来るか。来ましたね、アニメーション。これ、見かけ帳かな。お
こだこれ。あれ。なんだこれ、どうなってんだ今。何これ、なんか神殿みたいなものが街の中に現れましたね。これあれかな、セベクビルがあった場所かな。なんだよマリア、まさか俺たちの街じゃ。そう、お前たちの街だ。あれは私の新たな居城、デバユガとでも名付けるかな。輝ける新時代の到来を告げるにふさわしい名だ。ぐ、てめえはカンドリ貴様ひどい。ふふ、はぁはぁはぁ、この混沌の鏡こそ我が求めしもの。素晴らしい、ちっぽけなコンパクトと違い、豪華の絶大さはご覧の通りだ。デバシステムの力など借りず、次元を超え望みを実現する力を私は手に入れた。あれ、ニコライ博士はいないんだね。ニコライ博士と一緒にいなくなったよね、カンドリって。そうか、読めてきたぞ。コンパクトもデバシステムも素敵に過ぎなかったわけか。そして私は現世の神となる。神の仕業はただ一つ、愚かな人類に裁きの杖を振るうことだ。そうか、あなた人間を皆殺しにする気なのね。なんかといきなり大それたことをさせるかよ。やらせん、無駄なことを。何この一方的な、バトルになれば勝てるんじゃないのか。稲葉くん、南條くん、私はこれから現世に戻る。私は憎いか。現世、今現世って言ったよね。ここは現世じゃないの。憎ければ追ってこい、こいつを倒してな。やっぱボス戦があるんだね。なんだこりゃ、なんだこれ、どうなってんだ頭。ぐえ、やろう。望むものは簡単には手に入らん。しかし障害を乗り越え、それを手にした喜びは至高のものだ。神の啓示と受け取れ。戦うんだよね。あれ、鏡ごとみんないなくなってしまったぞ。待って、さてショータイムだ。猿は俺が踊らせてやろう。死の舞よな。なんだ猿はって、なんだ悪魔の名前。どけザコが。そのセリフそっくりそのまま返してくれる。あれ、なんか待って何これ、瀕死なんだけど。マジか。じゃあ回復してあげないといけないんだけど、多分ね、どうせまた硬派系の攻撃は効かないだろうから、ザンマをとりあえずやってみよう。ザンマで、メディラマで回復をしたい。メディラマで全員全回復するでしょう。で、メギドラ、光の裁きって効くのかな。奇跡大ダメージ、ちょっとやってみようか。んで、リリムをつけてるレイジ君はメギドラを。反射されたら死ぬんだが。効かないな。99か。ブロックも何もされないだけマシかな。回復間に合ったね。よかったわ。なんか最近こういうことばっかりだよね、ボス戦ね。メギドラ音は効くかな？効くとは言い切れないな。マグナス。マグナスを使ってくる。ガルーラが効くのかな、じゃあ。ちょっとアナライズしてみようか。わかんないな、魔人か。魔人が出てきたよ。どうしようかな。じゃあ、残影あまり効くとは言い切れないので、ジオンガをやってみよう、今度は。で、ネギラマやる必要はないか。アギは効くのか。で、メギドラ、範囲に敵がありません。ウフは、光の裁きは効いたのか。どうだったんだ、見てなかったぞ。見とけよってね。メギドラそんな効かなかったからな。光の裁きどう？あ、光の裁きはダメージ入ってたね。167入れば十分だわ。あ、で、秋が弱点ですわ。アギだけが弱点じゃないね。ブフが効く。であれば、ちょっと南條くんペルソナチェンジだな。読めない。積みよ。突然の死。マキちゃん困るな。マキちゃんいないと困るわ。んで、今ね、主人公が全く役に立たないぞ。ザンも別に効くわけじゃない。ぶん殴ってみよう。
で、南條くんはブフが効くということが分かったので、ウルバシーに変えますわ。ブフーラが確かあったはず。んで、光の裁きをやって、レイジ君で、マキちゃんを蘇らせよう。違いしの弾。瞬殺されてしまったよな。殴ってもあんまり変わらんな。これそろそろ倒せるんじゃないのか。マカ邪魔。あ、マカ邪魔をされてしまった。困ったな。スキル使えないよね。あ、銃を撃ってみようか、じゃあ。銃をね、ちょっと新しく新調しているんで。あれ、魔法封じられてるんじゃないのかな、これ使えないよね。メジラマとか、できないよね。できるの？どうなの？まあ、いいや、ブフーラ。マハブフーラ。ブフーラでいいか。光の裁き。これ多分ね、使えないと思うから、回復した方がいいのかな。ネギドラン、毒針。毒針やってみようか。こっちの方が圧倒的じゃないですか。マシンガンぶっ放した方が強いわ。あれ、マカジャマって何なんだっけ。あ、出なかった魔法が。あれ、光の裁きは出たよ。光の裁きは魔法じゃないってこと。どういうこと。またかよ。なぜマキちゃんをそこまで狙うんじゃ、お前は。あの、でも主人公は銃を撃つの。で、ブフーラんでね、マキちゃん死んだまま、こいつを倒してしまうと経験値が入らないので、それを避けたいんですよね。そろそろ死んじゃうんじゃない、こいつ。あ、よかった。このままマキちゃんを守るんだ。ブフーラ、ブフーラが効くよね。さっき聞いたよね。当たってないぞ。当たっていないか。待って、マハマグナス。痛い。あー、耐えた。よかった。なかなかやるじゃないか、お前。ブフーラってもしかして当たってないの？全く見てなかったわ。どうなんだろう。ライフルどうか、デイジ君も。マシンガン強いな。役に立つな、こういう時に。光の裁き、なかなかしぶといぞ、こいつ。サルは。魔人サルは。行け。ブフーラ、当ててくれ。頼むから当ててくれ。当たった。145か。微妙だな。ライフルも微妙だな。マシンガンだからか。マハラギが効いたのでアギを使っていく。で、ブフーラーもそのままブフーラーをやっていくしかないな。光の裁きでしょ。レイジ君をどうするかだよね。メギドラーンまだやった方がマシだな。光の裁き。結構こいつ HP 高いぞ。なかなか終わらない。まだか。銃を構えてるのかっこいいな、レイジ。ほら、すごいしぶといよ、こいつ。ウィークだけど99か。マハマグナス。一回回復挟んだ方がいいかな。ん？倒した。貴様ら、本当に人の子か。言い残したことは、それだけか。レベル上がったわ。主人公だけ上がらなかった。よかった、マキちゃん死んでなくて。なんか2回ぐらい上がってない？レベル39まで来たよ。ちょっとマキちゃんにアズラエルを渡したいな。で、ランジョくんもレベル39でしょ。マークも結構追いついてきたね。レベル37まで来た。で、レイジがレベル38。結構ね、均等になってきたよね。主人公だけ突出してるけど。くそ、つまんねえ、時間食っちまった。早くやろうと捕まえねえと、とんでもねえことになんぞ。何か方法があるに違いねえ。野郎はそういうやつだ。俺たちをおちょくって楽しんでやがるんだ。俺は諦めねえ。野郎をこの手でぶっ殺すまでな。木戸の言う通りだ。必ず道はある。ふん、初めて意見があったな。まあな。あそこかもしれない。昔から神隠しの噂があったとこ。幽霊屋敷か。ガキの頃よく入り込んでお袋にケツ叩かれたぜ。
俺たちの世界のセビクと重なる場所との可能性はあるぞ。ソノムラ、こっから先は俺たちの世界の問題だ。あ、元の世界に帰るのか、ケンセって言ってたよね。もういいぜ、帰んな。やだ、私だけ見てるなんて、そんなの耐えられない。私この街が好き、みんなのことが好き、自分のことが好き、自分のことも、好きなものが壊されるの、黙って見てるなんて嫌。そんなの私じゃないもの。好きなものか、誰も文句はねえみてえだな。ただの、行くぜ、幽霊屋敷に。幽霊屋敷に行くのか、今度は。まさかあのコンパクトであんなものができちゃうなんて。うん。畜生、俺はキドレイジだ。うん。ふ、青春の辞書に失敗の言葉なし。青臭い先人の言葉だが、信じてみるか。大丈夫かよ、レイジ。俺のことよりてめえの心配しろ。け、あれくらいヘでもねえ、お前より先にくたばるかよ。うん、言うじゃねえか、そのセリフ忘れんじゃねえぞ。当たり前だ。ただのよう、レイジの野郎、やっとまともに口聞くようになったな。うん、確かに、打ち解けてきましたよね。じゃあね、あれだね、幽霊屋敷に帰らなきゃいけない。帰らなきゃいけないというか、幽霊屋敷を通って、元の世界に帰らなきゃいけないんだね。じゃあ、とりあえず、ここから出ていける？あ、出ていけるな。OK。だいたい今、プレイ時間が50分ですね。幽霊屋敷か、小さい頃よく入り込んで、あれ？私誰に怒られたんだっけ？まだ記憶が曖昧。木戸のやつ、悔しいだろうな。もう目の前まで来たのにね。話し込んでる場合か、早くやろう、んだよ。いや、違うな。しかし、こう考えれば。いや、待てよ。俺は今忙しいんだ。どうした？何を一人で考え込んでるんだ？南條くん。じゃあね、無事マナの城も攻略できましたので、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。次回は幽霊屋敷に入って、おそらく元の世界に戻るのかな？そんな感じの内容になると思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。